タワーホール船堀は東京都江戸川区船堀4丁目にある江戸川区立の複合文化施設別称江戸川区総合区民ホール通称は船堀タワー自由に展望台に入場できるタワーとしては都内3位の高さを持つため1位の東京スカイツリー2位の東京タワーと並べて都内3大タワーの一つに数えることもある展望台大ホールをはじめ 17室の会議室や映画館、結婚式場などからなる複合施設である。水辺都市、江戸川区にちなんで区民の乗り合い船をコンセプトに4つの機能を複合した新たな文化の発信拠点として建設された。展望室からの展望タワーの高さは115メートルで103メートルの位置に展望台がある。災害が発生した際に状況を確認できる施設として、 防災目的で建てられ、タワーの頂点には360度を見渡すカメラがついており、展望室部分は2層構造になっている。望遠レンズを用いて隣接するタワーマンション方面を撮影すること、三脚を使用することは禁止されている。展望エレベーター運行時間は午前9時から午後9時30分まで。入場無料。船堀タワーと船堀駅。ありがとうございます。